上空からヘリコプターでの捜索活動が朝から続いています。行方が分からなくなっているのは村上市桧原の羽田春子さんです。羽田さんは今月3日から6日の間に山菜採りに出かけたとみられていて、車が天外山で見つかっています。警察と消防が山に入り捜索しましたが、途中熊と遭遇するなど難航しています。明日も捜索する予定です。